カレンさん、こんにちは。アカンですということで、今日はですね、この MVP シャルロットの性能紹介っていうのをしていきたいなと思います。まずはこの子のリーダースキルから見ていきたいなと思うんですけど、今まではなかったものがついていてですね、リーダーとサブのグラス属性は試合開始後ワンポイント間相手のだけの着弾点が見えるっていうことで、まあ、編成で3体いるかなと思うんですけど、それぞれ1回ずつすることができるんで、もう結構いい性能なんじゃないですか。で、オートスキルがですね、試合開始時、相手コートに地面型の炎の渦を設置ということで、まあ、地面型ギミック向こうのキャラってひまわりとかラインズマミュエなんで、そこら辺にはかからないっていう感じになってるんやけど、それ以外はあんまついてないんちゃうかな。あと、ま、サテラとかついてるけど。で、まあ、これはですね、SS 打球ごとに最大2回まで拡張していきます。で、これ拡張していくことに性能がどんどん強化されていくんですけども、まあ、どういう能力を持っているかって言いますと、ここに相手が接触中、だから相手が地面向こうついてなかった場合ですね、スタミナ継続回復向こう。これ結構強いですよね。なんか3秒ごとに体力15を回復みたいな、そんながなくなる。結構強い。で、スロットスキル封印。だから、ま、3ポイントのまで SS 増加量プラス 25% つけてても、SS 回転しなくなってしまう可能性で、炎熱風よ。これ炎熱っていうのは、まあ、燃焼みたいなもんで、相手の体力を徐々にね、減少させることができるっていうものになってるんやけど、靴のスロットスキル1の燃焼無効ってあるんです。それじゃ防げないようになった燃焼なんで、まあ、上位互換と言って、申し分ないんじゃないかなと思います。で、これがですね、最大拡張時。だから、まあ、2段階上がるって言ったじゃないですか。で、2段階上がった暁には、一定時間経過で少しの間、相手を動作不能状態とします。はい、これがどのレベルのね、停止下によるんですけど、これがほんまにガチガチに固まるんやったら、もう確定で一定なんで結構やばいかなという感じになっております。で、この子はですね、常時クイックムーブ習得。で、3秒ごとスタミナ15を回復して5打球ごとにジャスト。で、特殊状態中は全打球ジャストと。で、この子ジャスト打つことによっていろんなね、恩恵があるんですけども、まずまあ常時ダイレクト無効でフォア側のスインゲレアが拡大して、で、ジャスト3打球ごとにさらにね、そのスインゲレアっていうのが拡大していきます。なので、まあめちゃめちゃ相性いいわけですね。で、最大まで拡張、これも最大まで拡張したらね、すごい能力ついてるんですけど、まあ、拡張してからまたジャストで3打球したら次の打球がね、バウンド変化高速オンザラインショット。これ瞬間移動とかで撮るの結構大変かなと思うんですけど、まあ、そんな球を打つことができると。まあ、これはなかなかやばいですよね。で、これ打った後はま、初期状態にリセットされてスインゲレがちょっとまた狭まってまうと。ただまた、ジャスト打ちまくったらまたそれ打ってみたいな、そういうなんていうサイクルを回すことができて、かつこのバウンド変化高速オンザラインショットっていうのが SS でも打つことができます。これ結構やばいっすよね。まあ、ほんでこの子はですね、 SS を打った時にはさっき言ってたね、オンザラインショット打つことができて、スタミナ200回復して、で40秒間特殊状態で、特殊状態中は移動速度プラス 15%、 スインゲリアプラス 15%、 スタミナ消費マイナス 50% で空中無効。だからシャルロットミラーの時は炎熱効くんですね。で、空中無効と、あ、さっき言っちゃったごめんねで、スマッシュが新速スマッシュに変化。だから結構スマッシュも早いという感じになっていますと。あともう一個説明していなかったのが多分これかなと思うんですけど、この子はスペシャルを獲得することができます。マイポイント開始時と SS 打球時。だからまあ結構頻繁にもらえますよね。まあこれがサテライト起動なんで、相手が前に来た時に後ろ下げる役割として打ってもいいですし。で、まあこれね、吸引の効果持ってるんですけど、これ普通の打球だけじゃなくて SS とか GS とかスペシャルとかも吸引してくれるので、多分ジャストも吸引してくれると思うんですけど、まあ上手い具合に打つことができたら、まあ SS とか吸引できるんですけど、正直まあ吸引自体はそこまでなんかいいような気はしないんですけど、まあ一応でもまあ相手がカウンター持っててすごいなんか強い軌道で飛んできた場合とかを考えると、まあ吸引できて、まあ悪いことはないんで、まあついててよかったんじゃないかなと思います。ということで、今からですね、この MVP シャルロットと戦っていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。これが噂の炎熱ですね。ちょっとやらかしたことにですね、僕全員地面向こうついてるキャラを入れてしまってますね俺のグラスの本気編成これなんですけど、まあ、ひまわりと、まあ、ラインズマミュエとサテラっていう感じになっていると。ただまあ特殊状態にならなかったらね、あれなんで、何やったっけ、地面向こうつかないんで、とりあえずまあ今この子で貯めてる感じにはなってるんやけど、まずまあみんなが持ってて、かつまあまあまあ強いラインズマミュエを使ってね、試合やっていきたいなと思います。相手もうすぐ SS 飛んでくるね。まあこれはまあ取れなくて当然。おお、すげえ、帰ってくるからさ、ワンチャンここら辺におってさ、ボレーできる説ないもしできたら超楽しいやけど、まあまあまあ、ここからラインズマミュエでやっていこうかな。この入れ板の具合が、この瞬間移動で取れたら、ラインズマミュエで、完封できる。なんせまあ、この地面向こうついてるから、炎熱は怖くないじゃないですか。なので、まあ、それがどんなもんかやね。さあ、
これは試しどころやね。前で打球することにね、すんげえ広くなっていくんで、ラインズマン上にね、その攻撃力がない説は若干あるんですよね。わ、これ瞬間移動取れるかも。ただ、あ、ちょっと早いな、スマッシュ。いや、これ多分な、相手の、こっち、なに、多分ラインズマン上も PS 高かったら全然問題ないとは思うんやけど、相手の方が、なんかいろんなことできるから、ラインズマン上側の方が戦いにくいとは思う。マジでこの子で、攻撃力そんなないんよ。あ、でもそうか。これがあったら、SS を取って反射するってのがあるから、あー、これラインズマンミュウエには勝たれない気がするな。どう思うみんな。でも今、まあラインズマンミュウエ強いけどさ、そのなんか一強ではないやん。だからまあ緑の王とか試したいねんけど、俺な、持ってないんよね。だから俺 MVP シャルロット当てたかってんけど、ちょっとその対面わかる方、まだ1日目やからね、正確なことはわからんかもしれんけど、まあとりあえずファーストインプレッションとして皆さんの意見聞かせていただけたら、すごい嬉しいなと思います。うん、意外と取れるね、これ瞬間移動。ただ、この瞬間移動してすぐラケット振るとかやったら空振る可能性もあるから、ちょっとなんか、うん、そうそう、こういうこと。なんかたまにミスる時があるんよ。だから、あ、むずいな。いや、これ勝ちたいな、これ。どうせだろうな。ちょ、こんななんか、ミュエで勝てんじゃねみたいなこと言ってないと勝たないとね、これはあかんよね。まあ、だって俺の方が、ラインズマンミュエ歴が長いだけ、わけやからさ。だってこのシャルロットってさ、出てまだ10分ぐらいなんよ。今試合してるんでね。だから、相手よりかこっちの方が熟練度が高いはず。なので俺は勝たなければいけない。うん。よしよし、これが、さっきのがあれやね。スインゲリアが最大拡張後の、何やったっけ ?3 打球ジャスト打った時に温存やってるみたいな。いや、やっぱりね、SS は割と取りやすいかもしれない。ただまあ、その何さっき言ってた最大拡張後の、あれが、SS とかそういう扱いではないので、SS とか GS とかそういう扱いではないので、その軌道が返ってくることはないんで、SS の時だけだいぶ身構えなあかんってぐらい、なんかな。それがね、どの程度のデメリットなんかが難しいね。ああ、そうそう。いや、やっぱトレイル難しい、もしかして。てかさ、これ入れ番って書いてるから、なんか左右とか前後とかめっちゃ行くかなとか思ったけど、意外となんか前の方にしか毎回行かへんみたいなね。ちょっとこれ次はちょっと一回キャラ変えて、これ地面ギミックの恐ろしさを感じたいなと思います。これグラスコートで強いけど、おったかな。あ、一応エクセリアかなんか。あ、これ取りにくいかもしれへん。いや、でもな、これ上手い人やったら全部返してくれような気もせんでもないな。むずいな。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。まあ、今回はですね、セレナ・フランと、まあ、リーダー・エクセリアのね、結構よくある編成かなと思うんで、とりあえずこれで試合やっていきたいなと思います。ただまあ、これ今回はね、ちょっと地面向こうがなかったらどうなるかっていうのを検証したいなと思ってこの編成で来てるんですけど、まあ、音声フランに関してはね、身代わり状態中は多分地面向こうだったと思うんで、ちょっと基本的にはセレナを使っていきたいなと思うんやけど、この羽を使おうと思ったらやっぱフランを出さないといけないから、この次はフランを出して、でまあ、最大拡張時ぐらいはちょっとこの子をね、何回も使うみたいな感じでやっていこうかなとは思ってるんですけど、うわぁ、ああ、そうそう。でも結構さ、このなんていう、一回オンザなってから帰ってくるまでの時間、この得点が換算されていないっていうことは、このなんか、一回抜けてしまってからリープで追いつける説はあるよね。ちょっと俺は今対応できひんかってんけど、次からは対応できるように頑張ります。で、相手そうか、空中向こうついてるから、うわぁ、セレナフラン効かへんじゃん。これ結構厳しいなぁ。どうしよう。ただでもハイジャンフラン、ハイジャンキャラって強い。ああ、無理。いや、これ普通にさ、さっきラインズマミュエやったからバカバカ取れたけどさ、瞬間移動なかったら結構罪じゃない?これどないしようかな。ガチで結構やばい気がするんやけど。よいしょ。いや、どうしようかな。え、どうやって決めるん?だって相手スンギリアも広くなっとるんやで。これリープで抜けるような気もせんでもなくない?せんでもないって、気せんへんくらい?え、日本語合ってる?じゃあみんなちょっとニュアンス伝わって、頼むから。ちょ、ま、勝てる気が一切しないのはどうしたらいいのこれ。いや、この子使おうぜ。ちょ、俺この炎熱を食らいたい。この戦闘不能みたいなやつ。はい。あれ、なんか、今ちょっとなんか上になんかスロットスキル向こう。あ、これは炎熱の効果が書いてるだけか。ちょ、戦闘不能みたいな、どうなるか。あ、次なんか来るだな、オンザ。あ、オンザ来るタイミングがわかるから。あ、でもそれ、スペシャルで延長される可能性もあるから。ちょ、リープはいい感じにちょっと温存しとくべきやねんな。難しいな。いや、取れねえよ。リープ今なかったな。これやばくない?マジで、ラインズマンミュウエぐらいでしか勝てる気がせえへんねんけど。しかもラインズマンミュウエもさ、さっきちょっと話してんけど、この今の対戦相手と。このバイク投げる瞬間ってあるやん。あの時に反射しても、なんかオンザとかならずにバイク投げるだけになっちゃうから、そのタイミングで毎回SS打たれてしまうと、結構厳しいよねって話してた。で、俺もそうやったと思うねんけど、毎回成功することって結構難しいと思うんよ。取るのってね。だから、やっぱね、シャウロット鬼強いと思う。うん。ちょっと緑の王の相性がマジでわからんから、ぜひ教えてくれたらなと思うんやけど。ほら、見てこうやって、セレナで、延長はでき、なんていうん、延命治療はできるんやけど、攻撃までは繋がれんの結構痛いね。なんか毎回リープさえ構えとけば、SS ぐらいは取れるんやけど、
攻撃手段がないのがマジで痛い。あ、待って、リープなくなった。リープなくなったって結構致命的よな。あ、いや、これちょ、間に合わんかな。いや、これでもな、ヘリオじゃないのは間に合いそうな気がする。で、さっきなんか一瞬固まったと思うねんけど、これなんか戦闘不能状態みたいなやつはそんな長くないね。ただ相手が、なんかシャルロットがボレーとか来とったら、多分、ジャストボレーでやられる気がする。だからまあ、なんかそろそろ相手終わりそうやな、みたいな感じになったら、シャルロット側は結構ボレーを積極的に行った方がいいような気がしますね。で、これ NS 状態はなんか試合終了までずっと続いちゃう感じなのね。一回完成したら。結構やばいっすね。ほんで体力結構なくなるのもやばいね。さっきからドリンク何回か取ってるんやけど。あ、やべ、それやられてるわ。ちょ、マジやばい。それやばい。マジでやばい。いやー、取れない。あ、そうそう。ちょっと手前側にあるのも強い点やんな。え、やば、強っ。え、俺だけこれめっちゃ勝たれへんねんけど。